注目の対決になりました。2番セカンドシアトルマリナーズ川崎、その後が3番ライトのイチロー対阪神タイガース左のセットアッパー榎木田。それぞれがそれぞれの状態と持ち味を発揮するには最高の舞台と赤星さん見ていいですね。そうですね、ここでね、榎木田投手からすると、この2人と対戦できるっていうのはね、いいアピールの場、アピールしなくていい立場でしょうけど、その自分の今の状態を測るにはいいバッターが2人並んでますよね。ですよね。そしてついに迎えた今日最初のバッターボックス川崎です。初球から打っていった、レフトへ、レフトへ、越えた、川崎が初球で結果を出しました。見事なツーベースヒット。メジャーを勝ち取るんだ、その執念がここにあります。努力をして結果を残したその力と勇気に大きな握手、その余韻の中イチローです。水野さん、ちょっと日本人として誇らしいこの光景と雰囲気を感じますね。そうですね、ユニフォームが変わったんでね、すごい、打ってくれたら嬉しいなっていう感じですけど、ソフトバンク時代の川崎選手からすると普通の出塁のような感じなんですけども、やっぱりアメリカマリナーズの関係者はね、そうは見てないんで、その首脳陣の前でアピールできる一本出せたっていうのは良かったです ね。それも初球でしたよね。今日のイチローはレフト前のヒット、セカンドランナー、そしてセカンドライナー、そしてファーストへのゴロです。高いバウンド、セカンドはここにいます。一塁アウト、川崎は懸命にホームを伺いますが戻ります。もう一郎の場合ですとセカンドの守備位置も大体、ランナーがセカンドにいたということもあるんでしょうかね。でもさすがですよね、今の凡打にはなってるんですけど、きっちりねセンターライン、そして芯で打ってますよね、2打席目のセカンドライナーはもう紙一重ですし、状態はいい状態なんだなっていうのすごく分かりますよ ね。日本に渡るまでのアメリカのオープン戦で通算打率は4割、